はい、どうも、コミです。さて、本日はこちら、ティーゴンさんからですね、行ってみたいというふうに思います。今回もですね、スパネクを見ていきたいと思います。いやー、やっぱね、スーパーウィザードの下方修正の衝撃たるや。もう、ほんとね、もう僕らのそのカンクラでもね、だいぶ、これを使って仕上げてきたメンバーが、この JWC 目の前にして、お、どうするどうするみたいなね、感じになっちゃってるんですけども、今日はですね、まあそういった環境の中でもやっぱり、今まで通り強く使える戦術って何なんだろうなというところを見ていきたいと思うんですけども、よく見たらなんかすごいね、ジーコンさん、真っ青だね。なんか、野良大戦、バキバキに勝ってるけども、その中の、ですね、アタックの中から、この相手、もうクランレベル20でこんな攻めてこない相手いるんだ。ちょっとびっくりですね。まあ、それを圧倒してるティーゴンさんの攻めの中でも、今回は K さんがね、よく最近やっている、この、法のスパネク。まあ、やっぱりその基本に忠実で、なんだ、K さんの攻めってあるので、やっぱりその、なかなか、型にはまると崩れないというか、いうところがあると思うんですよね。基本、その戦術として、まずやるのは、ライトニングクエイクで削りを入れて、そこに対してこうね、グランドウォーデンが、奥深くまでこう自分のおでひでの削りを使ってこう、削った範囲をつなげるようなイメージですね、こういう風に。そしたらスパネクを出していって、横それはまあしないような、状況だからおでひで作っておくわけですね、ここね、作っておいて、で、スパネクをずっとこう、歩かせていって中に入れるという感じですね。今回ここからキングを出していったり、あと10日兵士かな、当てていったりして、でそいつらでこの12時方面をカットしていきます。ここにネクロマンサーも加えて、キングへのダメージを少しでもこう減らそうというのをうまいですね。キングがしっかりとこの壁の穴開いたところから投石を狙っていくと。で、スパニック部隊はこの中心部にこう入っていくっていう感じですね。ここしっかりとライトニングの削りが効いてるので、スパネクたちが、こんな風なルートで、こう、奥に入っていけるようになるっていうのがいいですね。スパネクって、なんて言うんでしょうね。散らばっても多少は、持ち前の力でこう生き延びてくれるんですけども、まあ、あんまりその散らばりが過ぎてしまうと、今度は、さすがに、耐えきれなくなってやられちゃうっていう、まあ、ところがあるので、そうならないように、つかず離れず、まあ、つかず離れずっていうか、まあ、なるべく離れずかな、のような、位置関係をこう保ったまま中心部に入っていて、そこから暴れていくと。いう攻め方をしていますね。壁を結構ですね、スパネクって殴り上げてくれるのも、まあ、よくって、Kさん必ず、今ここで、この区画の部分、この部分で、スパネクが、行き止まっちゃったじゃないですか。でもこれ壁を破壊して奥進んでるんですよね。こういう攻め方を K さん必ずします。で、これね、やっぱり僕の思ってるセオリーからするとあんま良くないんじゃないのっていうふうなことを聞いたんですけども、まあ、ご本人曰く、秘密はこいつ、ロイヤルチャンピオンですね。これが、今のケースで言うと、ここからスタートして、9時方面からぐるーっと外周を回ってきてくれてます。で、こいつが、スパネクが届かない、こういうところですね。こういうところ。こういう、本当に壁を一層殴り開けなきゃいけないようなところっていうのを、ホグライダー、援軍のホグと一緒に、これですね。壊してくれることによって、しっかりと、最後前回までのその絵を描くというようなプランをイメージしてるそうです。なぜ、どうなるかっていうと、当然こう、ライトニングにね、呪文枠を割いちゃうので、あとクエイクに、ジャンプ持っていけるのが1枚ぐらいになっちゃうんですよね。あと、レイジン2枚持っていったら、あと、ポイズン1枚でもおしまいって感じになっちゃうんですよ。本当だから呪文枠をカツカツにしちゃうので、スパネクの持ち前の壁突破力、を期待して、で、まあ、突破してる間っていうのは、まあ、スパネクがね、後ろからヒーラーがついてきて、その、タギを取ってくれ続ける状態になっているので、そこでターゲットを集めておいて、後ろから、ロイヤルチャンピオンで、こう、刺すというか、削るというかね、というような形の攻め方っていうのを、Kさんは基本にやってるみたいですね。今日合計4本見てもらうんですけども、2本はどんなパターンがじゃあ失敗になるのっていうところを見てもらいながら、次のもう1本、これは成功パターンですね、見ていきましょう。同じようにクエイク、ライトニング5枚、からのジャンプ1枚のレイジ2枚ですね。でユニット編成は基本的に計算これですね、スパネク4体なんですけども、まあ、火力としては十分っていうところですね。まあ、理想的には投石機を多分削ってっていうのがあると思うんですけども、今回計算は、こっちじゃないシングルインフェルノですね、こっちを削っていってますね。まあ、やっぱりそのセオリー通り、投石機を削るっていうのも、まあ一つ当然方法だとは思うんですが、
なんていうんですかね、そこから先の展開がしやすいかどうかって多分すごく大事だと思うんですね。今回のケースで言うと、ここ削ったところで、ここか、削ったところで、そこから先、例えばこの、おでひをこっちから展開、した場合っていうのは、ここをこううまいこと中に入っていくっていう、ルートを描きづらいってことだったと思うんですね。で、こういう風にしちゃうと、だいぶこの幅広く、ここ削んなきゃなんないから、ここ、削らないと、こう、縦に揃えちゃうじゃないですか。だからこういうようなルートは作りたくないっていう計算思いが多分あって、角をこうしっかり削ってあげることによって、パニックのルートをこういう風に、シンプルにですね、一方方向に流れるように誘導していくような形を作るという多分構想なんじゃないかなと。このスーパーウォールブレーカーをやっぱりスパネクと一緒に使えるようになったのも大きいですね。さっき言ったようにスパネクの、編成、これライティング使っちゃえば自分枠を相当圧迫するので、今ここ、スーパーウォールブレーカーで壁を開けてきましたよね、2層。これがやっぱりできるかどうかっていうのは、めちゃくちゃ、突破力に響いてくるんだなというところですね。まだジャンプ使ってない状態で、ここまでスパンデックが入っていってます。まあ、これ多分、よく言えばここにジャンプ打った方が良かったのかなっていう気がしますけどね。そうすると、スパネクがこの通路とかを通って、こっちまでこうガーンと入ってきてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、外周流れちゃってからジャンプを使っているのは、まあ、おそらくホグライダー、ロイヤルチャンピオンとかのケアをやるタイミングと、多分ジャンプのタイミングがかぶっちゃって、少し、やり損ねたのかなという気がしますね。おそらくだけども、ここまでスパネクを外に流すつもりは多分計算なかったと思うんですけども、意外とですね、このスパネクって、ドラなんかやったことある方は経験あると思うんですけども、ゆっくりなように見えて、結構ね、やること大変なんですよね。中心部に入ってからが忙しい。まあ、そこら辺はイエティと実はそんなに変わんないようなスピード感求められたりしちゃうので、しっかりですね、先読みでこう呪文打ったりしていかないと厳しくなるというところがありますね。ここスーパーオールブレーカーで穴開けたかっていうと、このジャンプはドヤジャンプになっちゃいそうですね。ドヤジャンプだな、これ完全にこれだけの破壊力があるということですね。やっぱりまあスーパーネクロって以前は時間切れがもうひどすぎて全く使えなかったっていう印象を持ってる方も多いんじゃないかと思うんですけども、普通のネクロマンサーが使えるようになったり、あとはユニットコストが20枠、去年の年末からですね、2020年の冬からこう増えていることによって時間切れのリスクもだいぶ減ってきたというところになります。さあ、残りの2本ではね、こちらは関西クラクラクラブからいってみましょう。はい、ではこちらですね、関西クラクラクラブから見ていきます。まず1個目の失敗パターン、これはシングル IT を最後まで残しちゃダメだというところですね。マルチ IT だとね、まあまたなんとかなるところもあるんですけど、シングル IT だけになっちゃうと結構きつくて、今回ですね、残っちゃうのここなんですね。このシングル IT がまあ嫌な働きをしてくれます。ちょっと注目していてください。シングルインフェルノ、やっぱりですね、序盤に叩いておきます。クエイクプラスライトニング5発で、インフェルノが折れるというところが美味しいですね。クロスボウとか宝石機なんかも、もう一発ライトニングを増やせばかな、もうクエイク一発増やす方がいいのかな、どっちかというと増やすと、壊すことはできるのですが、まあ、呪文枠の圧迫がやっぱりきついんですよね。ポイズンをまあ少なくとも持っていけなくなっちゃう。まあ、レイジ1枚減らしてフリーズに変えるとかするよりは、おそらくレイジの方が突破力があって、スパネクとの相性はいいかなというふうに思うので、時間切れのリスクも減りますしね。このライトニング5発で済むところを削っていく。で、この、何を壊したかというよりも、どこを壊したかも結構重要で、さっきも言ったように壊したところから、こう、外周側にしっかりこうカットが効いていないと、出てきたスパネクが変な方向にこう行っちゃったりするんですよね。これは絶対ダメなので、狙った方向に全てが入っていくようにこうね、誘導する。そういうようなカットができる場所を選ぶというのがやっぱ重要になりますね。なので、Kさん、ここはしっかりとインフェルノを、呪文コスト1枠、少なくて済む。クロスボウを投石よりも少なくて済む。かつ、しっかりと奥側までカットができる周辺部分のアチャットとか、大砲なんかのような、低 HP 施設は、インフェルノに巻き込んで一緒に壊せちゃうので、そこを狙っていたというところになります。奥側レイジジャンプさらに重ねていくというのもうまいんですが、注目したいのはやっぱスーパーウォールブレイカーの使い方ですね。ここまでスーパーウォールブレイカーで入ってきているからこそ、ここにジャンプを打って一気に、最後を押し切るというような絵が描けるんですが、このタイミングでですね、結構ね、削られちゃったんですね。ユニットたちが。で、今、スパネクが2体になっている状態。
で、こっからシングルインフェルノが猛威を振ります。もう最後のね、シングルインフェルノを、やっぱで、ね、壊す、その壊し方は曖昧にしちゃいけないんだなっていうのが、すんごいこれよくわかる、あの、攻めになっているような気がしますね、これ。なんでね、これ曖昧なのかっていうところなんですよ。パッと見これ全然曖昧じゃないと思うじゃないですか。でも曖昧になっちゃってるのなんでかわかりますかね。それは、ここにジャンプを打っていて、一直線に浮いたらここに向かわないんですね。これを曖昧っていう風に呼んでます。まあこれ、ジュンクさんが、ネクボを僕に、教えてくれた時に、曖昧っていう言葉を使っていて、すごい今しっくりしたんですけども、今回の計算のパターンで言うと、ジャンプを打ったことによって、スパネクとかヒーローが、こっちとこっちにこう分かれちゃったんですよね。でもって、まあ、ここにジャンプがそもそもかかってないから、まっすぐ向かわないと。期待しているのは、このルートなわけですよ。このルート。ないしは、このルート。まあ、こっちか。このルートね。このルート。で、壊すことを期待している。で、こうなってきちゃうと、やっぱり最後までこのインフェルノが残っちゃうのが、まあまあ見えてくると思うんですが、それが今回は効いちゃった。まあ、マルチだったら多少体力がある、まあ、スパネクなので、まあ、じりじりこう追い詰めることもできたかもしれないんですけども、まあ、シングルを食らうと結構きついですよね、というところですね。まあ、なので、こういう形で、施設を最後残す場合、何が残るのかですね、大砲とか、ま、クロスボウぐらいならいいと思うんですけど、投石やシングルが最後残ったり、まあ、当然タウンホールなんていうのは、絶対ない方がいいと思うんですけども、いう形になっちゃうと苦戦するという点が一つ。で、あともう一つはですね、これですね。いや、やっぱね、いろいろ気をつけるところが あって難しいんですが、まあ、だからこそ楽しいっていうのはありますよね。やっぱり簡単に何でも全開取れる戦術っていうのは今のクラクラの環境、そうは言ってもないので、まあ、少なくとも僕レベルのプレイヤーはいろいろ悪戦苦闘しながら、自分の得意攻めに合う村を選んだり、いろいろですね、やりながら楽しめる、まあ、環境になってるのかなというような気はします。で、今回もぜひしっかりとこれ、インフェルノタワーですね、と、周辺にある、大砲とか、あ、ちょっと、ごめんなさい。巻き込んで、カットをしていきますね。ここを壊しながら外周までこう破壊していって、ここまで、しっかりとですね、削り終えていくというところですね。で、スーパーネクロマンサー出していきながら、ここですね、しっかりスーパーウォールブレイカーではなく、もう一層多分開けていくんじゃないかな、これはっていう気がします。どこに使うんだろうかな、スーパーウォールブレイカー。で、スーパーネクロマンサー、あ、これはこっちか。はい、ジャンプの呪文で中に入れていきましたね。で、このまま一気にキングと、ペッカたちが、ね、外周を歩いて欲しかったんですが、なんとこれ、中央タウンホール方面にこう向かっていっちゃったんですね。多分これが誤算だったんじゃないかなという気がします。で、タウンホールに関してはスーパーネクロマンサーが後ろからヒーラーを引き連れて見ているので、ここは突破ができるというところですね。で、後ろから出てきたバルキリーもちょっと注目なんですけども、みんなこれ中入っちゃったんですね、こういう風に。これ壁が開いちゃっているおかげっていうのもまあ一個あると思うんですが、外周に流したかったものが外周に流れてくれなかったと。で、これによって何が起こったかっていうと、中央部分、ガンガン破壊してるユニットもまあ見てほしいは見てほしいんですが、むしろ注目はこっち側。いたはずのキング、ペッカが、もうあっという間にウィザードもいなくなっちゃいましたね。で、ロイヤルチャンピオンがなんとかこれ、マルチインフェルノを処理しようとしているんですけども、ここでシールドを使わされて、今大苦戦中。中央にはユニットが結構いっぱいいるんですよ。やっぱりヒーラーがついてるので、そう簡単にスパネクロはやられないんですが、まあ、この時点でユニット結構カツカツになってますよね。で、こういうところが残っちゃってるっていう、これですね、やっぱり。苦しかったのは、これが残ってきちゃうとだいぶきつくなるっていうところ。今回の、アタックで後ろからちゃんとバルキリーも入れてるんで、回収に関してはケイさんすごく意識してたと思うんですけども、こいつらがやっぱり、こっち側タウンホールホームに行っちゃったっていうのが、多分誤算で、公開弊社もしここら辺に出していたら、外周そのまま、こうペッカと、バルキリーで、うまいことカットが効いたのかなっていう気もしますね。キングからの、投下弊社リレーっていう感じですね。ただまあこれも後の祭りで、なかなかですね、これを全部見越してやれるかっていうと、少なくとも僕はやりにくいですね。まだそんな、スパンデク慣れてないので、ケータみたいにうまくそもそもいかないっていうのはあるんですが、その上でですね、あえてまあ今回の考察を、僕なりにこうさせてもらうと、おそらくそこがポイントだったんじゃないのかなというところで、実際にですね、皆さんがこう試されるときには、まあ今言ったようなパターン、最後のシングルインフェルノとか投石機っていうのを、しっかりと、曖昧に壊すようなプランにするんじゃなくて、ちゃんとルートを誘導していけるようなプランを作ってあげるというのが1点。
あとは、外周ですねのお掃除をしっかりとキング投下弊社でやっていくというような、形が作れると、このライトニングからのスーパーネクロマンサー攻めというのが結構輝いてくるのかなというふうな気がします。当然、ジャンプの呪文が、詰めて1枚ぐらい、がせいぜいです。まあまあレイジを1枚ジャンプに変えれば2枚っていうのもあるんですけども、まあ、計算は多分おそらくこのジャンプ1枚に行き着いているのかなというところで、スパネクの突破力を使って最後の壁1枚ぶち破りつつ、外周も歩かしてきているロイヤルチャンピオンに、期待して、スーパーネクロが届かないところはロイちゃんに任せるというような形のプランニングを描くというのがまあ基本になるのかなと思います。まあ、この辺のこのポイント注意してもらいながら少しね、試してみてもらえたらいいのかなというふうに思います。今スパネクやってる方も、まあ、これまでスーパービザードをたくさん使っていて、いやちょっとこれからの環境どうしようかなと迷っている方も、まあ、もしですねよろしければご参考にしながら試してみてみていただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで、もしこの動画参考になっているところでいうことであれば、カミカミグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またこれからタンホール13だけでもなく12、11と幅広く扱っていきますので、今後もご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。